合戦の司会に大抜擢された女優の橋本環奈さんを占う。さあ、先生、今年の紅白歌合戦司会に橋本環奈さんが抜擢されました、女優業としてさまざまなドラマ、CM、映画に出演されている橋本環奈さんでございますけれども、紅白初出演、そして初司会、そしてあまり NHK のイメージもないということで、橋本環奈さんなんだっていう声もちらほら上がってたり、します、これまでのね、橋本環奈さんの今までの人生、そしてこれからの仕事運など占っていただければと思います。そうしますと、やっぱり今いいですね。あ、今いいですか。この獅子が、あ、やっぱりタイミングが、で、今ちょ後期相映になってますね。はい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 、はい、後期相映というのはこれ結局太陽と湖が光り輝くとお互いに相照らすって。なるほど、まあ、すごい風景が綺麗ですよ。へえー、いいですね、はい、それであとこれがあのいわゆる花瓶の花ですね。花瓶の花、はいはいはい、花瓶の花をなんか太陽が照らしてる。あ、すごく全部綺麗ですね、はい、すごい条件がすごい綺麗光ってますよね。じゃあもうやっぱ運勢も、本人もそうですし運勢もキラキラしてるという。そうですね、特に今年はいいですか。そしたら、はい、今年まさにこの後期相映の、まあ、いわゆる変化が来てますね、あの相手の男の子も同じ確か後期相映でしたよね。相手の男の子、ケントくんでしたっけ。映画、はい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 、はい、かぐや様ですね、はいはいはい、あ、じゃあもうバッチリですね、仕事は。そうと同じ、これがリンクしたのかもしれないです。この、ああ、なるほど、ね、運勢的なリンクで仕事も一緒になって、キャラクターも結構リンクしたんじゃないですか、ね、なるほどなるほど、ね、これはさっきもうずっといいですか。そうです、またここ5年来ますよ。あ、この第4位がずっといいということで、はいはい、じゃあもうバッチリですね、じゃあもうちょっとね、正確なんで、もうあんまりスキャンダラスな話聞かないですけども、そうですね、恋愛運なんていかがですか、先生。そうですね、このおそらくこの変化は仕事で来てますね。ほう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 、じゃあもう仕事が、そうですね、仕事メインの方がいいと思いますね。なるほど、結婚とかもじゃあまだそんな。そうですね、あ、もうファンは今胸をなで下ろしてますよ、はい、よかったと、とにかく仕事頑張ってくれっていうみんな思ってますから、はい、そしたら、ね、ありがとうございます、はい、じゃあ橋本さん、今年紅白うまくいきそうですか、司会は。そうですね、いけると思いますよ。あ、はい、じゃあもうバッチリ乗ってるということでね、みんな不安を吹き飛ばすようないい司会をしてくださると思います、はい、先生今日もありがとうございました、はい、明日からもまだまだ続きます。明日、明後日は、スタッフの好みの野球の話です。それではまた明日からもご覧ください。また明日。